エアライン業界で大変だったことと良かったことなんですかって質問があったのでお答えしていきます。はい、こんにちは、さきです。今日はですね、前にインスタの IGTV でしたっけ、でも上げたことあるんですけど、エアライン業界のご質問いただいたことに関してお答えしていきます。エアライン業界で大変だったことと良かったことなんですかっていう質問があったので自分で考えてちょっとまとめてみました。上げ出すとキリがないので、それぞれ4つずつ回答していきます。まず良かったこと、その1が、現状に満足せずにもっとできることはないかっていう視点を身につけられたことです。エアラインってマニュアルがすごいしっかりしててですね、マニュアル通りにやれば別に会社から何を言われるってことはないんですよね。なので最低限のことやればそれでいいのかもしれないんですけど、エアラインにいる方々って結構もっとお客様を喜ばせたいとか、もっといいサービスしたらどんなことができるかなとか、日々そんなことを考えてる人がすごく多くて、そういう中で働く上で、なんでしょう、上司から命令されたことだけじゃなくて、もっと自分で主体的に動いてもっとこうしたらいいんじゃないかっていうのをこう提案したりとか考えて行動するっていう癖がついたのは、エアラインで働いてよかったことかなと思います。外資の航空会社にいた時によく言われてたのが 5G エキストラマイルっていうふうに言われていて、それってこう期待値を上回ったことをしなさいみたいな意味になるんです。もうまさにそれはどんな仕事をしてても必要なことで、もう逆に現状満足だけだともうそれは後退していくしかないと思うので、どうしたらもっと良くなるか日々考えていく癖がついたのは本当に良かったなと思います。もう2つ目が自分を自分で褒めることです。これが身につきました。エアラインに勤めていたからこそだったと思うんですけど、エアラインって基本的に毎日違う人と働くんですね。なので今まで自分がどういう風に成長してきて今どういう状況なのかっていうのも基本的には一緒に働く人たちっていうのは理解してないんですよ。なので例えばたまたま今までできてたことがその便でできなかっただけで、もうあなたはこんなこともできないんだっていう風に怒られてしまったりとかもしたことがあって、確かにその働いてる人は見てないので自分がどのレベルにいるかわからないんですよ。なのでそれをただその言われた通りに自分を否定するんじゃなくて、私はここまで今成長してるっていうのを自分で認めてあげて、自分がその今日は失敗してしまって、失敗した理由なんかも考えますけども、自分ができてるんだ、前に進んでるんだっていうことを自分で自分を認めてあげて前向きに仕事をするっていうのをエアラインにいたからこそ身についたかなと思います。どんなフィードバックをもらってもちろんそれが必要であれば聞きますけども、こうあまりにもこう何ですか、人格を否定されてるなとか、今までやってきたことも全部できてなかったかのようにまとめて否定されてるなとかって思うことがあれば、そんなに何ですか、間に受けずに流してましたね。それが多分良かったなと思います。やっぱりそれを間に受け続けると守れなくなっちゃうので自分のこと、だからそういう普段働く人が違うからこそ自分を守る術みたいなのは持っといていいんじゃないかなと思います。次、良かったことはこれもすごいエアラインならではですけど、もう自分のなりたいなって思うような人とたくさん出会えたことですね。これは客室乗務員の同僚だけじゃなくてお客さんもそうなんですけど、あんなにたくさんに一日に人と出会える職場ってなかなかないと思うんですよ。国内線とかだと多い時1500人とかお客様だけで出会いますし、クルーでいうと毎回10何人の違うクルーたちと働いて、やっぱりこう何ですか、初対面でもこんなに素敵な人っているんだとか、お客さんだけでもこう例えば
物の頼み方とかお礼の言い方とか、やっぱりこうその人の人の人となりが出てくるんですよね。なんかそういうのをもう毎日毎日いろんな人に会って、どんな風に自分はなりたいかっていうのを日々こうお手本になる人を目の前にしてきたっていうのはすごく良かったなと思います。で、良かったこと4つ目、これも結構皆さん挙げますけど、やっぱ休みが多いことですね。やっぱ土日とかゴールデンウィークとかそういうところが必ず休めるような職種ではないですけど、やっぱり年間の休みっていうのは多かったです。多分100、最低で多分125ぐらいあって、プラス有給が別途にあったりとかもして、有給もほとんど消化ができたので140日とか休もうと思えば休んでたんじゃないですかね。140は言い過ぎですかね。国内線とかだと、国内線というか日系働いた時は、月に10日間お休みをもらえて、プラス半年に1回6日間のリフレッシュの休暇をもらいましたし、それとは別に例えば 6日にプラス自分の有給4日つけて10日間の休みにするとか、なんかそんな風にしてまとまった休みをとにかく半年に1回以上もらえてたので、お休みをたくさんしてた感じはします。外資もそうですね。外資は月の休み自体は8とか9ぐらいしかないんですけど、有給が年間20確か1日もらえて、それも全部消化できましたし、あとは病気で休んだ時の有給とはまた別途でもらえるんですよ。またなんて言うんでしたっけ、ちょっと忘れしちゃいましたけど、病気用の有給っていうのが別途であって、それは最大14日休めるんですけど、なので持ってる21っていうのはもう自分の本当のホリデーとして使える有給だったので、本当にほぼ丸1ヶ月休もうと思えば休めましたし、はい、そんな感じでお休みがたくさんあるのがエアラインのいいとこだと思います。逆に今からじゃあ大変だったことをお話ししていきます。ですね、練習の場がない職場なので大変ですね。なんかこう勉強してももう次いきなりやっぱもう目の前にお客様がいる状態で始まるので失敗が許されないですよね。あとこう時間も限られてるので、こう先輩に逐一こう聞いて物事進めることもできないので、毎日が本番で練習がないので、もうすごい緊張感を持ってやっているっていう感じで、そうですね、なので失敗が許されない環境が、まあ、大変だったんですけど、結局はそれはすごく自分の成長にもつながったので、まあ、良かったことにもなるのかもしれないんですけど、それは大変でした。あとは、価値観の違う人たちと働くことですね。まあ、外資も外資で、国民というか国籍も違うし、文化も違うし、言語も違うしなんですけど、日本で働いてた時も同じ日本人でも考え方も違うし、こうサービスに対する思いも違うし、まあ、そういった中で毎回違う人たちと働いて、毎回限られたフライト時間の中で仕事をするっていうところで、やっぱりこう丁寧に話し合う時間もなければ、その人を理解する時間もないので、そんな中でこうお互いの価値観のちょっとしたズレからこう生じる摩擦みたいなのもあったりとか、やっぱその辺は、まあ、他の業界でもあるのかもしれないですけど、エアラインは特にあるかなと思います。はい、あと3つ目大変だったことは不規則な生活ですね。日系の時、国内線だけでも朝の5時に出社の便とかもあったので、そうすると2時とかに起きて、私家が遠かったので2時に起きて3時ぐらいにお迎え来てとか、あとはそうですね、10時に出勤して、そこから十何時間のフライトがあったりとか、なのでもう前回寝た時から24時間以上時間が空いてしまうこととかもあって、もう最後の方とかもうベッドに倒れ込むように寝てたりとか、もう制服すら脱げないみたいなこととかもありました。もう制服のまま寝ちゃうみたいな、お化粧も落とさずとか、そんな感じで、まあ、体力仕事であることは大変なことかなと思います。まあ、私は幸いにもどこでも何時でも寝れる人だったので、働いてない時に寝ようと思えばどこでも寝れたので、まあ、それは向いてたかなと思います。もうバスの移動時間もそうだし、
あとはあのロングフライトだと飛行機の中で寝る場所があるので、そこで寝るんですけども、そこが40分の休みだろうと3時間だろうと、それもほぼしっかりとその時間ギリギリまで寝れるっていう、そこは特技だったと思います。はい、最後に、大変だったこと4つ目ですね。安全を守ることですね。そこへのプレッシャーはやっぱりありました。結構華やかな世界に見えますけど、こうなんですか、日々、危険と隣り合わせな空間にいるっていうのがあって、それはあの飛行機が安全じゃないとかそういうわけじゃなくて、あのちょっとしたことが大事故につながりやすいんですよね。例えばあの上の棚入れ、あの物入れあるじゃないですか、オーバーヘッドコンパートメント、あれもこうお客さんが閉めてても若干あのラッチっていうのがちゃんとカチッてはまってないことがあって、そうすると離陸とか着陸の衝撃であれが開いちゃったりするんですね。で開くとパンパンに荷物が入ってたりすると、それが落下してきて、まあ、しかもそこの下にいる方がまあ大人で気づいてこう避けれたりしたらいいですけど、例えばあの子供とか赤ちゃん連れの人とか、あとはおじいちゃんとかおばあちゃんとかでこう瞬時に避けれたりとかしない人に、もし10キロぐらいのキャリーケースなんかが落ちてきたら本当に怖くて、オーバーヘッドコンパートメントのその閉まってるかのチェックっていうのはなんかこうすごく気にかけてましたね。あとカートを引く時とかにも、肘が出てる人をぶつけたらそれだけでもしかしたら打撲でね、こう腫れちゃうかもしれないし、あとはついコーヒーとかスープとかサービスするので、それをこぼしてしまったらもう大やけどで、大人だったらまだしも、もう子どもの皮膚なんかにかけてしまったらもう一生傷が残っちゃうとか、もうそういうのが日々すぐそばにあったので、その辺のこう危機管理みたいなところはやはりこうサービスで笑顔をキープしながらも、その安全性のチェックっていうのも考えてないといけないところだったので、そこは結構プレッシャーで大変だったなと思います。はい、あとはそうですね、私は幸いにも4年働いてて一度もないですけど、緊急事態、そのお客様が発作が起きちゃったとか、意識が朦朧としてしまったとか、そういうことが起きた場合には CPR っていう、まあ、人工呼吸を行ったりとか、そういうこともやらなきゃいけないような状況にはあるので、その辺は大変かなと思います。はい、ということで今日はエアラインで良かったこと大変だったことをお話ししました。今日はここまでお聞きくださってありがとうございました。もしこの情報が役に立ったと思ったら、いいねボタン、もしくは、チャンネルの登録もお願いします。あとインスタもよく発信しているので、よかったらそちらもご覧いただいて、あと質問とかあればそこにもください。では。